そしてアイスダンスですね、はい、深瀬璃花子選手と舘野歩選手初出場となります。そしてここでもう一つ演技をご覧いただきましょう。日本代表カップルとしては5年ぶりに世界ジュニアに出場となります。アイスダンスの深瀬璃花子舘野歩組の演技です。全日本ジュニアで優勝を飾った演技です。どうぞ。日本もアイスダンスのカップルが本当に増えて、やはりその国内でしのぎを削ることができるようなこう環境になってきたっていうのは素晴らしいですよね。そうですね、はい、確かに。そして今ね、シニアもそしてジュニアもその男子女子シングルというところにこう注目が行っているところはあるかもしれないんですけれども、まあ、ペアアイスダンスも非常にこう頑張っていますの で、 今回はその今回世界ジュニアに出場するのがこの深瀬璃花子舘野歩組。こうなかなか2人のカップル性のこう関係というものが非常にこう合ってるなっていういい雰囲気を醸し出しているなというのは感じますね。いい意味でこう若さが溢れている感じの演技ですね。で、若さもありながら大人っぽさもこう出ているというのが演技のいろいろなところから感じることができますね。でもこうカップル競技って日々先輩たちに、全日本チャンピオンになった先輩たちに聞いたことがあったんですけど、でその毎日練習をしていてもこう手をつなぐといつも今日お互いにこういう調子だなっていうのが分かる、そうなんですか、分かるものですし、また今日はあんまり体が動かないなとかちょっと調子が悪いかなとか分かるんですって。でその日々の積み重ねで2人の関係性ができて、それが演技に生かされていくっていう話はしていましたね。そして演技もこう要素と要素に入っていくつなぎからの入り方も非常にスムーズですよね。ちょっとずれちゃった。なんか2人の表情が後半なればなるほどこう輝いてくるような感じですね。本当表情豊かでいいですよね、フリーレグのポジションも綺麗ですね。若い2人ですからね、これからどんなカップルになるのか本当に楽しみですよね。世界ジュニアも期待したいです。ミスはあったんですけど、とりあえず自分の今できることはできたので、頑張れたかなと思います。お疲れ様ですか。全部言われちゃった。ごめんたくさん練習できていると思うので、2人のユニゾンを見てもらいたいです。世界ジュニアに向けて15位以内ぐらい目標に頑張りたいと思います。じゃあお二人ね、アイスダンス日本の未来ということで、はい、そうですね。いいですね。いい
カップルじゃないですか。ねえ、もうこういう時もね、ちょっと相手の顔を見ながら、そのぐらいでいいよねっていう感じもありましたけどね。可愛らしい、はい。ちなみにですね、